キー城キー城は、福岡県筑紫野市と佐賀県宮城郡木山町に、またがる木山に築かれた、日本の古代山城である。城跡は、1954年3月20日、国の特別史跡、キー城跡に指定されている。キー城は、白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に大敗した後、大和朝廷が、和の防衛のために築いた古代山城である。 665年、大野城と共に築いたことが、日本初期に記載されている。城郭の建設を担当したのは、いずれも、亡命くだら人で、兵法に、関羽と評された、軍事技術の専門家の奥礼福留と四飛、福王である。また、大野城、議城と共に、長渡国にも亡命くだら人が城を建設しているが、城の名称は記載されず、所在地も不明である。 そして、俗に本紀の698年には、大野城、紀城、菊池城の3条の修復記事が記載され、万葉集にも、紀恵比寿城と記載されている。紀城が所在する木山は、太宰府の南方 8km に位置する。山麓には、太宰府から南下する古代環道が通り、紀駅で筑後国方面と肥後国方面に分岐したと、される要衝にある。紀城は、 標高404メートルの木山の3カ所の谷を囲み、その東方にかけて約3.9キロメートルの城壁を回らせた包み谷式の山城で、城の面積は約60ヘクタールである。城壁はほとんどが尾根を回る土塁であるが、谷部は石類で塞いでいる。また、山頂では北側の博多湾、南側の久留米市や有明海、東側の筑紫野市や朝倉市方面、 西側のセフリの山並みを一望することができる。古代は、ダザイフ成長や大野城、足木山城甲羅山、コー石など、他の軍事施設と連携を図れる高位置にある。そのため、キー城は、ダザイフを守る、南の防御拠点として、主に、有明海方面の有事に備えて築かれたとされている。発掘調査では、約40棟の礎石建物跡、ヌキ丸河 軒平ひら土器などの出土遺物、頂上部で、多め池以などが確認されている。縄文は、推定2箇所を含め、4箇所が開く。残存以降のある縄文は、城内北よりの北三角門と東北門である。木内南よりの南門と東南門は、あったとされる、推定の縄文である。城石見学の玄関口となる南門と一連の、 水門石垣に土イと共にキー城を代表する水門遺構があり、通水口は国内最大級である。また、2015年の水門石垣の保存修理で新たに3つの通水口が発見された。同一の石垣面に4つ以上の排水施設を持つ古代山城は国内においては唯一キー城のみである。の東南三六にウレドと 石宿類が確認されている。水木と大野城の関係と同様に、キー城とタイとなり、最も狭い交通路を塞いだ、遮断城とされている。天治政権は、白月の絵の敗線以降、等、高栗、白木の交戦に加担せず、友好外交に徹しながら、津島九州の北部瀬戸内海機内と連携する、防衛体制を整える。また、太宰府都の城の外閣は、 険しい連山の地形と、それに連なる大野城、魏町と平野部の水城を大帝、小水城などで防備を固める。この原型は、下らし都野城にあるとされている。日本書紀に記載された、白月の絵の戦いと防御施設の設置記事は、下記の通り。移行に関する事柄は、概要に、記述の通り。ありがとうございます。